後藤久美子、1986年にテレビドラマ「国のアリス」で女優デビューを果たし、国民的美少女として脚光を浴びる。しかし1995年に元 F1 レーサーのジャン・アレジとの交際をスタートさせることで波紋を呼ぶ。ジャン・アレジは実業家であり資産家でもあったため、その関係は一部で玉の輿ともみなされる。ジャン・アレジの当時の年収は約13億円と言われ、結婚後の資産は2000億円にまで増加するとも言われている。また二人はフランスのジュネーブにある城を改築して自宅にするなど豪華な生活を送るが、後藤さんは芸能界を引退していたため、彼女の活動はほぼメディアから遠ざかる。ジャン・アレジには当時妻子がおり、その関係の複雑さも話題となる。事実婚の状態を続けるという選択をした後藤さんは一部で非難の声も上がる。